準決勝突破したぞ。突破したシャーやった。各チームに勝った。うん、ついに勝つことが、結構この2人であの2人と試合するのはタイトルマッチとかも含めて数回あったけど、強弱強明で勝てたことはまだ一度もなかったはず、うんうん、今日の勝ちはすごく嬉しいし、このチームで結果を残したい気持ちがすごくあります。今日はその結果の一つだと思ってます。その先で優勝したら多分ベルトも見えてくるし、今日思ったのはヒーローと怪獣でベルトを巻きたいと思いました、うん、優勝に向けて、気を抜かずに頑張りたいと思います。はい、はい、中島さんも言った通り、白チームに勝てたっていうのは本当にすごい大きな自信になりました。もうこの先どんどんこの強弱強明で強くなっていって、もっともっと大きいものを手に入れたいって思ってたんですけど、その前に白チームを倒さなきゃっていうのはずっとあって、それが今日できて、まああとは勝つだけですね。うんうん、次はワントゥーミリオン、ワントゥーミリオン決勝戦、ワントゥーミリオンですけど、ワントゥーミリオン、あいつらなんかね、我々怪獣とヒーローだけど、あいつらなんて言ってましたっけ。あいつらは根性と根性らしい。根性と根性、そんななんか概念みたいなものに我々ヒーローと怪獣が負けるはずないんですよ。負けるわけないんだ。はい、思い込みを打ち砕いてやります。打ち砕いてやる、うん、頭も打ち砕いてやる。打ち砕いてやる。伊藤真希、覚悟しとけよ。あの足も打ち砕いてやる。打ち砕いてやる。山下美優、覚悟しろよ。覚悟しろよ。私たちが絶対に優勝する。優勝する。そう、私たちが強弱強明だ。今日は、宮本萌歌、長野ジュリア組と準決勝、はい、だったんですけど、まあ、私はもうね、空手っていう意味でも二人にはこう、なんだろう、まあ、向き合うとやっぱりこう、そういう意味で同じバックボーンがあるっていう意味で燃えるところもあるし、まあ、でも今回はやっぱりタクトーナメントでやっぱりこう、まあ、キャリア差はあるけど、でもやっぱり油断できない相手だったし、もう本当なんだろう、予想以上に結構強かったというか、苦戦させられたので。そうだね、うん、なんかここをまた超えられたのは私たちにとって大きいかなっていうふうに、うん、思いました、うん、はい。なんかさ、会場もさ、うん、長野ジュリアって宮本萌歌のなんかこう応援の ね、声がね、うん、すごくて、でもやっぱそれがね、うん、なんかさ、うん、燃えちゃうよね。興奮して、まあ、そうだね。それがなんか私たちのテンションなんだよね、私たち。そうだね、そう、確かに。だからやっぱりなんか、うん、ね、うん、なんかそこで燃えた部分もあるね。そこを強くさせてしまった部分もあるね、うん、私。でもなんかだから多分あの二人も今持ってるパワーを全開にして挑んできたんだと思うし、うん、まあいいよね。いや本当いい相手と戦えたかなっていう。楽しかった。うん、次は強弱強明、はい、はい、いや、まあ、もう今日準決勝、もう一つの準決勝で白チューム対強弱強明ってで、もうどっちが勝ってきても結構やばいから、うん、まあその中でも私はこうより苦手な方が来ちゃったな、私的には強弱強明って、ね、本当に白チュームもなかなか何してくるか分かんないんですけど、でもさ、白チームはさ、そう、なんかね、こう、まっすぐ。まっすぐなの。でも、強弱強明は変化球だから、そう、私たちがちょっとね、苦手な部分があったし、うん、まあ、最後、リングの上で、うん、まあ、こう、なんだろう、まあ、やっぱり付き合いも長いんで、ちょっとなんか、緩い会話な感じになっちゃったけど、うん、でもやっぱり、こう、睨み、見合うと、やっぱり負けたくないっていうところもあるし、三沢に対しても負けたくないってあるし、中島に対しても負けたくないっていう気持ちもありましたし、まあ、私たちタッグとして、今年こそ優勝したいって思って、うん、で、タッグベルト私は取りたいなって思ってるんで、やっぱり。どうも取りたい。まあ、そこはもう、もう本当に自分の気持ち、個人としての気持ちだけじゃなくて、うん、まあ、伊藤としっかり力を合わせてこの決勝を決めに行きたいなっていうふうに思いますし、うん、私たちなら今の強弱強明どんなに強くても倒せるなっていうふうに、うん、はい、思ってるので。だってさ、強弱強明を倒したらさ、まあ、ヒーローと怪獣じゃん、うん、で今ベルト持ってるのが化け物と化け物だから、なんかこう勢いつけれそうだよね。そうだね、うん、だからなんかね、
もう倒してでも行きたいね。倒していきたい。うん、頑張ります。ここは、はい、心気持ちを一つに、はいはい、気合い入れていきたいなっていうふうに思います。はい、負けないです。いやーみゆごめんなさい。ごめんなさい、私も行けなかった。いや、私は良くなかった。負けちゃった。こんなはずじゃなかった。ね、でもなんか、うん、絶対に負けるわけないって思って、うん、ちょっと過信しすぎてたのかなって思っちゃいました。うん、そうです。過信進む？加える進む？違う。過信すぎたんですけど、でもまあこれを反省点にしてまだねタッグも、うん、そうですね、これからますます面白いタッグでずっといたいと思うんで、うん、違う夢を、はい、違う夢を追いかけてみんなに、はい、白昼夢を見せながら、うん、うまい夢を見ていきたいと思います。はい、はい、準決勝まで進めて、でも今日も相手がすごい強敵で、もうたくさんやられてしまって負けてしまって本当に悔しいです。でも今回のトーナメントを通じて竹谷さんとのタッグすごい成長したなと思うので、これからもどんどんいっぱい勝っていきたいなと思っています。ここまで勝ち進めてきたからにはやっぱり決勝まで行って勝ちたいっていう気持ちだったんですけど、やっぱり相手が最強で行かれていて、めちゃくちゃボコボコにされて、でも今持ってる私自身の力は 100% 出せてこの結果で、もかさんの助けもあったんですけど、まあちょっと悔しいんですけど、まあここが私のできる限界かなって思ったので、また今後ももかさんと組み続けてもっともっと強い空手タッグになりたいと思いました。